最新FIFAランキングトップ30。日本が世界〇〇位に再浮上。国際サッカー連盟FIFAは6月20日、最新のFIFAランキングを発表した。森保一監督率いる日本代表は、今月行われた2026年北中米共催、ワールドカップアジア2次予選でミャンマーアウェイ、シリアホームをそれぞれ5-0で撃破、ベスト8で敗退した今年2月のアジアカップを、18位へ交代したものの、昨年12月以来となる17位へ再浮上した。同じアジア勢では、イラン20位変動なし、韓国22位1ランクアップ、オーストラリア23位1ランクアップと続き、アジアカップ2連覇のカタールは、1ランクダウンの35位となっている。一つ上がってよかった。少しずつ上がることでワールドカップのポットが上がります。見た感じデンマーク、スイスには、抜かれるかもしれないがその他には、今のとこ抜かれそうにないかな。今のベルギーに、3位の実力はないと思うね。いつも、アメリカより下なのがどうしても、納得いかない。いつも思うんだけど、アメリカ順位高すぎない？いつ見てもアメリカが10位付近から、動かない不思議ランキングね。ワールドカップ本戦前に、日本代表は一度ベルギーと対戦してほしいな。2018年ワールドカップで対戦した時のベルギーの方が強そうだけど、今も3位に君臨しているのならあれから5年経って、成長した日本代表と対戦してほしい。日本をはじめ、アジアがワールドカップでもっと結果を出すようになれば、ランク付けの方法も変わってくるかもね。ワールドカップの抽選はこのランキングで決められるから、少しでも楽になるように、結果を出してあげていきたいね。ドイツの後ろをぴったり追従していて、なんか笑える。